記念女子の試合です。9対12で負けてます。頑張れ。みなが来ました。おはようございます。何時だと思ってんだよ。うちらね、10時半から来たとよ。あ、タイムアウト。いつの間に監督になったん？みんな3年4年も試合してるよ。桜あなただけを愛して、ね、頑張れ。頑張れ。あ、こっち男子の試合始まるやん。忙しいな。欲しいかな、あれ。え？いいよ、まだ始まらんし。下手にさ、2つ使ってどっちもなくなったらいかんやん。勝った。充電器買えこする？こっちとこれ差しとく？その間。ビデオの電池が全然なくてからね、大変。もともとあんまり、しかも変わったと思ったら次は空き容量がいっぱいです。めっちゃ昔のやつがずっと入っとうけ入らんくなって。頑張れ。10対16です。来るだよ。来る？ちょっとでももうこっち終わりそうやけん。わあ、麦わらさんたちやん。いや、もういいかな。こっち、まあ、こっちいいよ。あ、こっち、あ、こっちが入る。いいよ、終わったらそっち行くけん。いいよ。12対16で負けてます。3対16。桜あなただけを愛してる。これからもこれからも。ナイスだ。13対17です。チームのお呼び出しをいたします。チームチロルズ1は試合が始まりますので、お急ぎ第4コートに入ってください。チームチロルズ1は試合が始まりますので、お急ぎ第4コートに入ってください。17対14です。花火の続く季節、
鮮やかに咲き誇る。お、17-16、追いついてきた。こっちは一人歩いてる、分かり合えず見つけた、幼すぎた立ってる。じわじわ来るよね、麦わらさんたち。あ、追いついた、17-17。すごい、頑張れいいね、こっち。あの人、こっちの大人が来てくれるか。小学校の時のさ、担任じゃないけど先生に。嘘、どの人？あの人、なんか変な色。緑の。あ、チームの呼び出しをいたします。チームチロルズ1は本部テント前へお越しください。繰り返します。チームチロルズ1は本部テント前へお願いいたします。よっしゃ。ここは何？一点マッチ？タイブレーク。八人？ケミさんですか？八人。気にしないでよ。チロルズが右。川崎さんも充電がありません。で、竹下のあれで撮ると、あ、ビデオビデオ。大好き。大ブレイクって1点待っちゃう。こっちそうなんや。